トヨタ自動車、日野自動車、富士重工、スバル、三菱自動車の4社は3月30日、高田製エアバッグのインフレーターの不具合を原因とするリコールを回収、無償修理を国土交通省に届け出た。対象となるのは4社合計で30車種。 2010年1月6日から2012年12月28日に製造された968,294台。対象車種はトヨタが、カローラアクシオ、カローラフィールダー、カローラルミオン、オーリス、ノア、ボクシー、アルファード、ベルファヤ、プロボックス、サクシード、ブレード、ベルタの12車種725,999台。 日野自動車が、デュートロ、トヨタ、ダイナ200、ダイナ300、ダイナ400、トヨエス G25、トヨエス G35、トヨエス G45 の7車種1924台。スバルが、レガシー、インプレッサ、フォレスター、エクシーガの4車種181809台。三菱自動車が、デリカ、パジェロ、アイ、アイミフの4車種58562台。 助手席用、エアバッグのインフレーター、膨張装置において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なため、温度及び湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。このため、エアバッグ展開時に、インフレーター容器が破損する恐れがある。 改善措置として、全車両、エアバッグインフレーター、または、エアバッグモジュールを、対策品と稿。